続いては中継トスライブです。今日は高知市からスポーツの秋、そして芸術の秋にもぴったりなカポエイラの話題です。はい、カポエイラというのは音楽に乗せてまるでダンスのように華麗に戦うブラジル発祥の格闘技ということです。はい、その世界チャンピオンがなんと高知市で教室を開いています。はい、先ほど冒頭でね、イラアナウンサーがね、蹴りを避けていましたけれども、はい、で年々人気を集めていて、現在は20人の生徒が、ね、練習をしているということです。そのダンススタジオには井田亜希とアナウンサーが行っています。呼んでみましょう。井田さん、バモスインボラさあ、こちら頭巻きという打楽器で始まりました。そしてお隣、弓状の弦楽器です。そして歌も始まりましたよ。久米宏之さんです。よろしくお願いします。久米さんは、カポエラをするときはボハシャさんという名前で活動されています。で、高知県大月町出身でカポエラ歴は20年以上、はい、で、一昨年には世界王者にもなられたということですよね。そんなボハシャさんから見てカポエラの魅力どんなところですか？カポエラはですね、まあ、いろんな要素がいっぱいあってね、どこからスタートしてるかわからないんですけども、はい、まず格闘技、それからアクロバット、ダンス、音楽という、こういろんな要素が一緒にできるっていうのが、まあ一つ大きな魅力かなと思います。いろんな要素が組み合わさっているということで、今日はですね、そのカポエイラのポイントをご紹介していきます。一つ目、格闘技、そして二つ目、ダンス&アクロバット、そして三つ目、音楽ということですが、まず一つ目、格闘技。先ほどもね、1対1で戦っていましたけれども、はい、このように戦う格闘技ということですよね。そうですね、やっぱり攻防の駆け引きっていうのがベースになっているので、ちょっと今からお見せしたいと思います。お願いします。はい、まずはですね、このカポエラ特有独特のステップ、ジンガというステップを踏みながら、攻撃が来たらこのように避けます。はい、で、相手も当然攻撃をしてくるので、その場合はこちらも避けます。そして陣外に戻って、この攻防の駆け引きを続けていくという感じです。はい、ありがとうございます。で、妻の、インジャさんとね、あの、はい、ブラジルご出身のインジャさんと共に、披露していただきました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、ただね、あのちょっと気になったのが、これ駆け引きはありますけれども、あのコンタクト、相手をやっつけたりっていうのはないですか？そうですね、結構皆さん聞くんですけども、はい、あの当てたらダメということはないんですけども、まあ、むやみにやったら、ね、こう相手を傷つけたりだとか KO したりとか、そういうのを目的にしてなくて、まあ、攻防の動きを使ってこう相手とコミュニケーションを図るという、ような、そこがカポエラ。なるほど、格闘技ではあるけれども、やっつけるのが目的ではなくて、はい、そのやり取り楽しむということなんですね。はい、そしてポイント2つ目、それがダンス&アクロバットということですが、世界王者のボハシャさん、そういったアクロバティックな技も得意にしてるんですよね。はい、ではそのアクロバティックな世界王者の技見せていただきます。では音楽お願いします。ね、後ろでね、ちょっと生徒の皆さんもね、なんかすごいキラキラした目で見てましたけど、先生の技いかがでした？すごかったです。どんなとこすごかった？アウセマっていう手なしの側
転があったけど、その時にすごく飛んでいたのが良かったです。やってみたい。やってみたいです。はい、ありがとう。あとじゃあ七重さんにも聞きます。先生の技どうですか？すごく動きが良かったです。動きが良かった。どんなところ動き良かった？なんか飛んだ、くるって飛んだり、いろいろしていた動きがキレがありました。はい、ありがとうございます。でね、今そんな中、たくさんの、ね、生徒も集まっているということで、ポイントの3つ目に行きます。ポイントの3つ目が音楽ということで、こちらね、最初に登場したこの楽器、ね、これビリンバウと言います。この楽器どのように演奏するんですか？はい、これはですね、まあ、弦楽器なんですけど、このバチみたいなものを叩くんですね。でこれを叩くとこのような音が、でこの石を今度くっつけて押した場合にちょっと高い音が出ます。でこれを石をつけて、押さないミュートの音っていうのがあるんですけども、はい、ね、チチチチチチチ、この3つを基本的には組み合わせてリズムを奏でていきます。はい、なるほど。一つの弦しかなくてシンプルな楽器ですけど、いろんな音が、そうですね、アメリカ由来の素敵な楽器です。はい、ありがとうございます。はい、そしてね、今このようにたくさんのレッスン生がね、集まってくれているんですけれども、このように年々人気を集めてるんですよね。そうですね、やっぱり10年とか前と比べると本当に人気出てきたと思います。はい、ありがとうございます。では最後に改めてですね、その格闘技、そしてダンス&アクロバット、そして音楽というところに注目していただきながら、再びカポエイラ披露していただきます。ではバモスインボーラうん、個人的には棒の両端に火をつけ隣でこんなことをやりたいなって思いました、ね、雰囲気でしたよね。いや、格闘技ってもっと怖いものなのかと思っていたら、今おっしゃったように音楽もあってすごく楽しそうでしたし、あと足ぶつからないので痛くないんだったらちょっとやってみようかな、カポエイラ。でも非常に面白そうで感じましたし、はい、最初はですね、なんか6年前から教えていて、初めは奥さんと2人だったんですけど、今20人増えた、それぐらいね人気を集めている、まさにねスポーツの秋、芸術の秋にぴったりなカポエイラの話題中継で井田アナウンサーがお伝えしました。